ロバート・デ・ハート・ラーニング・センター代表的な行動、フリント・センター・ディアンザ・カレッジあるいはディアンザ・カレッジは、カリフォルニア州クパティーノにある州立、コミュニティ・カレッジ。面積は45万3000平方メートル。ボーリュー・ワイナリーという場所に1967年に設立され、スペインの探検家、フアン・バウティスタ・ディアンザにちなんで名付けられた。同地区にある、 アップルコンピューターの成長とともに、ディアンザガレッジは小さい町であるクパティーノをシリコンバレーの不可欠な一部に押し上げた。同校はカリフォルニア大学とカリフォルニア州立大学への毎年の編入生総数において1、2を争うトランク付けされている。ディアンザはアメリカで最も大きい単一キャンパスの公立大学の一つ。秋学期には50カ国以上から2万5000人ほどの 学生を受け入れている。同校はまた敷地内にかつてレプティトリーノーンと呼ばれていたカリフォルニアヒストリーセンターを有している。1クラスあたりの生徒数は平均して30人ほどで毎年2800名の生徒が編入を果たしている。ディアンザカレッジの現在の学長はブライアン・マーフィー。これらの実績は他国からの留学生にとって魅力的である。ディアンザカレッジは 姉妹校のフットヒルカレッジと共にシリコンバレーのフットヒルディアンザカレッジ学区に含まれる。地区はクパティーノ、ロスアルトス、ロスアルトスヒルズ、マウンテンビュー、パロアルト、サニーベール、およびサンノゼ市を管轄する。これらの管轄拠点はフットヒルキャンパスにある。同校は主な劇場、フリントセンターで毎年数人の有名人と交換を 演説約束に招待している。ディアンザ・カレッジは同キャンパス内に警察を保有している。彼らは本職の警察官とアルバイトの学生から構成されている。警察官は手お及び銃、警棒を装備している。一方アルバイトの警察官はポロシャツとスラックス、ジャケットを羽織っているが武器は装備していない。 2005年秋時点での調査ディアンザ大学の人口は23,255人であり、コミュニティカレッジとしては有数の規模を誇る。そのうち3,277人はアメリカ国外の高校、または相当する教育機関を卒業している留学生である。人種的な構成はアジア、太平洋諸島系41%、白人26%、 ヒスパニック、またはラテン系14%、アフリカン・アメリカン5%、その他の人種及び根結19%となっている。学生の57%は、準学志望の取得、または4年生大学への編入を目指しているが、プレイスメントテストを受ける学生の85%から90%は、英語、または数学にて大学レベルに達していない。 2004年度にイングリッシュアーズ A セカンドランゲージクラスを受けた学生は1万6000人以上に上る。フリントセンターはディアンザカレッジの敷地内にある施設だが独立して運営されている。名称はフットヒルカレッジ創始者のドクターカルビン C ・フリントに由来する。ユーフラット美術館はすべての年代の観客に対して芸術への関心と 創造性をかき立てるために建設された建物である。ユーフラット教授人、芸術家やディアンザ学生インターン統合堂で公共アートを作るプロジェクトが毎年行われている。美術館は毎週月曜日から木曜日まで営業している。2005年にディアンザカレッジ内で開業したキルシュセンターは環境持続性をテーマにした先進的な建物である。哲学は建物から エネルギー、資源、スチュワードシップを教わるというものである。アメリカの州立大学の中で初めてリード、プラチナレーティングを受賞し、全米が習うべきお手本となっている。100以上の環境学の授業がこの建物で行われているほか、学生はオープン学習ステーションを自由に使うことができる。この建物の特徴として、以下が挙げられるディアンザ・カレッジは、 他の大学と同じように、ディアンザーアソシエーテッドスチューデントボディという生徒会を有する。しかし他の州立大学とは、決定的に違う点として、約100万ドルという巨額な年間予算を運用している。この予算の大半は、学生が学問で成功する、要支援するプログラムやサービス等に充てられているほか、 4年生大学からゲストスピーカーを招待し、編入への戦略をアドバイスを行っていたりする。ダス部は30人の議員で構成され、ディアンザカレッジの全学生を代表する。会議は毎週水曜日の午後に行われ、誰でも見学が可能である。生徒会選挙は毎年5月頃に行われ、キャンパスで候補者のポスターやクラスでの演説を目にしない学生はいなくなる。 これは、選挙に勝つためだけでなく、候補者がディアンザカレッジの全学生を代表する能力があることを試すものでもある。ダス部には6つの委員会が存在する。ダス部はまた、毎月第1土曜日に、キャンパスの駐車場でディアンザフリーマーケットを開催している。出店の数は825個あり、天気の良い日には1万5千人から2万人の客が買い物に来る。 1980年代にダスブ部が資金調達のため始めたフリーマーケットは現在でも学生の事業でありダスブ部の重要な財源の一つでもある。ディアンザカレッジは大勢の優秀な学生がいるほか多くのキャンパスがインターンシップを提供していることでも知られる。中でも有名なのが NASA のエイムズ研究センターでありキャンパスから車で10分という距離や 給料の良さなどで人気がある。ありがとうございます。